片岡幸太郎1月23日隊は日本の歌舞伎役者、俳優。矢号は松島屋。縄文は追っかけ5枚銀蘭本名は片岡康夫。京都府出身。父は15代目片岡二左衛門。妹が女優の片岡幸と片岡京子。長男に片岡千之助。次男に片岡高明がいる。 若尾山として目覚ましい活躍を見せ、歌舞伎界の新世代の一人として活躍する一方、歌舞伎以外の映画、テレビドラマでも俳優として活動の幅を広げている。青山学院中等部、堀越高等学校卒業。芸風は、上方歌舞伎の特色である気品と拡張を兼ね備えたもので、赤姫や娘役を得意としている。最近は、 形成半言鋼の男など女房役や、彦コさん音源受け女剣のお園など強い女性の役にも積極的に挑戦している。上方歌舞伎にも力を入れており、女殺油地獄の大吉や、新獣天盲島の小春といった役もしっとりと務める。伝統歌舞伎保存会会員の一人としても活動している。近年では歌舞伎以外の分野でも俳優としての活動の幅を広げている。 1987年には、スティーブン・スピルバーグ監督映画、太陽の帝国に、特攻隊員の少年として出演したのを皮切りに、1991年には、大河ドラマ、太平記は、足利義明役を演じた。2003年には、白い巨頭では忠実な部下役である異曲の佃田、とを演じた。2008年には、後藤俊夫監督の映画、 ビューティー美しいものでの主人公、小倉藩士役を演じた。2012年には、ハリウッド映画、終戦のエンペラーで、昭和天皇を演じた。大の自動車好きであり、移動の際も自ら運転する機会も多い。しかし、父からは、身の丈以上の車に乗ってはいけないという教えを、受けていたため、免許を取った、当時代流行していたトヨタマーク2等、 好きな車を買えなかったというエピソードがある。また、ニューモデルマガジン X の愛読者であり、自らスクープ写真を投稿して採用されたことがある。1995年、元ファンの女性と結婚。2000年3月1日に、長男の片岡千之助が誕生。2002年頃から別居し、2013年離婚。2015年3月14日、デザイナーのマオと結婚。 3月30日、湯島天満宮にて挙式。2021年3月10日、第二子団児が誕生。次男の命名を公明と自身のブログで発表。ありがとうございます。